こんばんは。かぼちゃありがとうございます。だるまありがとうございます。こんばんは。お疲れ様です。黒髪になって可愛さが増した。本当ありがとうございます。嬉しい。お、すごい。ハッピーハロウィンギフトありがとうございます。うんうん。はあ、寒いね。今日は矯正調整してきたから、まあ今はまだギリギリ大丈夫だけど、これから夜中にかけて絶対歯が痛くなる気しかしない。今はなんかむずがゆいみたいな感じ。でもきっと今日の夜から明日にかけて絶対激痛。こんばんは。なんか今はすごいだから歯がムズムズして。そう、今動いている、動かして、今ね、さっき私の歯にワイヤーで圧がかかったから、すごい圧がかけられてて、ムズムズしてます。痒いみたいな感覚、今はね。痛いっていうよりも、でもきっとあと数時間したらね、痛みに変わる。こんばんは。前も調整したの、ツアーの前。そうだね、前も結構ツアー2日前ぐらいにやって、ツアーの日めっちゃ頭痛かった。もう歯が痛いから、矯正でワイヤーで押されて歯が痛いから、もう頭にもその痛みがかかって、頭痛かったんだよね、矯正のせいで。そう。こんばんは。ワイヤー一気に動かすから辛そう。まあでも個人的にはなんかあんま辛いって思わなくって、
楽しいそう、なんか嬉しい嬉しい、痛みがあった方が、はあ、動いてるんだと思って、めちゃめちゃ楽しくて嬉しい。そうだから、まあ痛いけどそこまで悩んではないだって嬉しくないですか、うわ動いてるんだって思うとさ、すごい嬉しい。そうだから全然苦じゃない、綺麗になれるって思ったらもう全く苦じゃなくて、もうむしろもっと痛くしていいよって思うなんかもっとなんかもう歯医者の先生に言いたいもん、少しずつじゃなくてもうもうちょい、もう数分で動いちゃうぐらいの圧かけていただけませんかねっていう絶対歯取れる絶対歯取れるけど、でもそう思っちゃうぐらい早くしたいの、ひな的には。ひな的にはもう全然我慢するから、一日で終わらせてほしい。もうどんな激痛でも我慢するからそう、まあさ、冗談ですよ。矯正少しずつ動かしていかないと歯に悪いっていうのは私もそれは分かってるお話ですから、はい、そんなこと分かってるんですよそんなこと分かってる上で今言ってるんです。そうそうなんだけど、もう早くしたいがためにそう思っちゃう。そう、うんうん、もう早く完成してほしい、本当に早く完成してほしいこんばんは、コウモリありがとうございます。まあ気持ちはね、そうそうそう、気持ち的な話ね。完成いつする予定ねー、いつなんだろう、わかんないでも1年半ぐらいって言われてて、そう今ね1年弱ぐらいやったかな、だからあと半分ぐらいかな。でもひな的にこだわりがすごいから、完成しても多分こうしたいこうしたいって私が言うと思うので、だから結局もうちょい私が伸ばすかもそう、すごい私的にはなんかただ歯並びがいいというよりも、もうマジで綺麗にしたいの、なんかもう作り物ですかみたいな。そんな無理かもしれないんだけど、そんな無理なのかもしれないけど、こだわりが強くて、そう結構こうしたいこうしたいって言ってるから、そう、うん、多分完成してからもひなが、ここもうちょいこうしたいって多分言うのでそうだから1年半で多分きっと先生の中では完成するんだろうけど、私にとっては多分こだわりがあるからもうちょいかかるんじゃないかなって思ってます。こんばんは。コウモリありがとうございます。
うんうん、その分お値段かかっちゃわないですよ。全然あの矯正はもう最初にお値段決まってるので、そこからこうしたいこうしたいって話し合ってやる感じなので、私が口出ししたからプラス料金とかするのはないです。さすがに、さすがに。コウマリありがとうございます。こんばんは。そうそう、最初にもう値段が決まるので、もう早く完成してほしいな。でも言うて言うて、まだ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 でもないけど、あと半分ぐらい。ツアー発見した。お、ありがとうございます。いや、ね、あのね、もうあさってなんだよね。わかる？びっくりしちゃった。え、あさってなのと思って。あさってなんだって。やばないですか。公演じゃなくてツアーあさってで。焦るんだけど。完成した頃見れた。そうだね。まあ、いつかは完成するので、会いに来てください。公園見てても歯の隙間ないし、ほぼかん、あ、あの別にね、私元から歯の隙間があるとか、あの、並びがめっちゃ悪いとか、そういうわけでは全く元からないんだけど、その、なんか、自分が気にすることってあるじゃん。人から言われて、別に、そう、あの、歯医者の先生にも、矯正する必要ないじゃないですかって言われたんですよ。そう、別に歯の並びは悪くはない、悪くはないの。うん、でもやっぱ自分のことだからもう気にしちゃって、そう、自分もあの NGT に入るまで全く自分の歯並び気にしたことあんまりなかったかもしれない。そう、でも一応歯並びが悪いとかじゃなくて、歯並びは別に悪くないの、元から。ただなんか自分の笑顔を見た時にもういろんな、なんかもうほんの数ミリのあれが気になって、そう、ほんの数ミリの、でも歯医者の先生にも、まあでも自分が気になるなら気にならないものになるのがいいですよねって言われて、あ、はい、私はやりたいんですって言ってやらせてもらった。やる必要はないと思いますけどねって言ってもらったけど。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。さ、数日前にここにニキビができたんだけどさ、なんか見た目的にはさ、もうそんなに目立たないんだけどさ、
こうちょっとボコッとしててさ、わかんないか、わかるかなこうなってる。前より気になる、そうね、前よりは気にならなくなってきた。バラありがとうございます。なんかさ、鼻炎がすごくて、ほんとに鼻がムズムズする。鼻がムズムズする。かぼちゃありがとうございます。もう肌さ、つまんでないとさ、生きれない肌つまんでないと生きれない。ごめんなさいね、鼻ムズムズしててね。今日はなんだかすごく疲れた。なんかそう、まあ卒業公演が、まあ本来だったらもうあともう3日後ぐらいにね、私はもう NGT を卒業していたわけですからって思ったら、え、自分何も用意できてなくねと思って、そう、やばいなって思ってる。そうやばいんだがと思って、やばくないっすかやばくないですか。お腹になったことはヤヒはいつ知った？なんて言えばいいんだろうね、まあ、とりあえず私はもうここの伸びたとしても、ここの日までには卒業しないと、あの本当にダメなんですって言ってた日があったんですよ。でももう無理でそう、もう結構あのちょっといろんなものがパーになってしまった。
はい、いろんなものがパーになってしまいました。はい、お金も全部無駄になっちゃった本当に。だから本当に、うん、まあ、だから本当にマジでもう泣いたよねもうこの日までに卒業、伸びたとしてもこの日っていうのを伝えてて、それが無理だったら本当にやばいんですって言ってたんですけど、まあ結局無理で、もういろいろといろんな予定がパーになってしまいまして、まあまあでも、まあまあまあでも、そのみんなでね公園に出れないっていうのは個人的には嫌だったので、みんなが出れる日がどうしても良くて、まあ伸びたという感じにはなるんですけど、そう、本当に本当に私はもうお金がなくなったそう、こんばんは。まあいろいろさ、だって自分の中ではやっぱ10月末ってずっと言ってたわけだから、そういう予定がねやっぱ変わるっていうのは、うん、予想してなかったというかさ、そう、だから自分の中でいろいろ予定があったんですけど、その予定もすべてなくしまして、9日になったという感じですねまあでも本当にね、もしかしたらみんなでできなかったかもしれないっていうのがあったから、いやでもやっぱりひな大好きなメンバーみんながいてほしいってすごい思って、だからだったらすごいいろいろ失うものはあるけど、みんなで最後に卒業公演したいって言って、そうしてもらいましたそう、まあでもね、ちょっとひなはもうそれでそれからってなってる。いやでも本当にね、こうして公演をねさせていただけたり、公演を、卒業公演をまず用意していただけるっていうことは本当に感謝の気持ちを忘れてはいけないし、本当にありがたい、その当たり前のことではないっていうのはすごい分かってるので、本当に感謝しています。こうやって卒業公演を用意していただけることがね、すごくでももう失ったものを考えると涙が出そう失ったものを考えると涙が出そう。まあ、ありがとうございます。ね、きっと皆さんもずっと31日だと思っていて、もしかしたらね、お仕事とかホテルとか急遽ね、キャンセル料かかった方とかもしいらっしゃったりしてたら本当に申し訳ないなって思います。なかなか発表が遅くなってしまってうん、きっといらっしゃると思うんですよ、キャンセル料が発生してしまった方とかね、絶対いるでしょう。仕事もね、その日のために仕事休んでた方とか、もう変更できないよっていう方もいらっしゃったりとかね、したら本当にだからもう立ち直れないってもう本当に、まあ、もうとりあえず忘れようと思ってるけど、立ち直れないぐらい
るし本当に私もちょっとあのね卒業してからいろいろあのいろいろ予定を組んでたので、あのなか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 、はいなかなかいろいろとね予定があのそういろいろと動けなくなってしまって立ち直れないぐらいまあね、まあでも本当にまあでも本当にこうやって卒業公演をねしていただけるっていうのはもうそんなことどうでもいいぐらいありがたいことなので、ね、どうでもよくないけど本当に悲しいけれども本当にちょっと悲しいけれども、あのまあもうまあみんなで卒業公演できるっていうのはすごく嬉しいので、まあ当日すごく幸せになれたら、まあその幸せを買ったと思ってそうその幸せを買ったと思います。はい、やっぱみんなが出れなかったらその幸せはきっとなかっただと思うので、そうその幸せを買ったと思ってそうひなに最高の形で送り出して、そうですね、やっぱりひなはもう大好きなメンバーに送り出してほしいって、送り出してもらえたらなっていうのをすごく一番に思ってたから、そうみんなの予定が合う日でまあちょっと伸びてしまったけど嬉しいですね。こんばんは。はあ、本当思い出すと涙が出そうなぐらい私はっていうぐらいだから、とにかくもうマジで楽しむっていうのをマジで卒業公演楽しんでやると思ってます。そうその幸せを買ったと思って ね、あんまり考えないようにまさかここまで伸びるとはちょっと自分でも想像して、まあ伸びるだろうなとは思ってたけど、ここまでだとは思ってなかったからちょっとねいろいろとあー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 ってなったんだけどそう、こんばんは。まあでも本当に発表できてよかったなっていうのがもうほっとした気持ち。
とにかくもう本当だったら絶対きっと本当だったら今日もごめんなさいまだ予定発表されてなくってって多分言ってただろうから、昨日発表させてもらってよかったです。もう1分1秒でも早く言いたかった。この1分1秒でもさ、みんなのさキャンセル料金が変わってきてたかもしれないじゃん。みんなのホテルとか何かしらのキャンセル料金とかがさ、1分遅くってキャンセル料金高くなってたかもしれないじゃん。だから本当に早く、ま、遅いんだけどね遅いんだけど、でもとりあえず多分もっと遅かっただろうから、今発表、昨日発表できて本当によかった。こんばんは。でも本当にマジでとりあえずほっとしてさ、本当にほっとして、ほっとしました。よかった、みんなが絶対当たりますように。当たってくれ、当たってくれ、みんな当たってくれ、ヤヒコウシのみんな当たってくれ、ヤヒコウシのみんなが当たってくれ、私推しのみんなが当たってほしい。二連四拍一礼します。二連四拍一礼します。あと約10日で私は別人になれるのでしょうか。もう誰この人みたいになるぐらいまで別人に変わりたい。絶対無理、絶対無理なんだけどな。えっ、ヒコちゃんじゃないみたいな、もう私ってわからないレベルまで変わりたいですね、あと10日で。コンブリありがとうございます。お願い、
あと10日で別人級に美人に生まれ変われますように。これ毎日お願いしてから寝よう。11月9日には私が誰かわからないぐらいに世界中の誰が見ても美女と言えるような美女に生まれ変われていますように。お願いします。美女に生まれ変わってますように。世界で一番美しい女になれますように。なりたいよ。なんかね、さっき今さっきいとこんちにいたんです。それでなんかいとこんちで、私、まあいとこと私は本当にもう兄弟みたいにいつも一緒にいたので、あのいとこの写真を見てると私が大体結構写ってるんですよ。そうで、いとこなんかなぜかこうみんなでアルバムを見るみたいな流れになって、そのいとこのアルバム見てたら、まあ私が結構映ってて、もうなんかもう本当になんかいとこは二人ともすごい幼少期可愛くて、私のお姉ちゃんも幼少期すごい可愛かったんだけど、あれ私だけ違う血入ってるのかなみたいなぐらい、一人だけヘノヘノモヘジなんですよ。すごいいとこ二人とも男の子なんだけど、ほんと女の子みたいに目クリンクリンで可愛くって、でお姉ちゃんも幼少期目クリンクリンで可愛くって、私だけみたいな顔してる私だけもうみたいな顔してて、もうなんかもうむしろ笑えなかった、むしろもう突っ込むこともできなくって、あはははみたいな、もう呆れちゃったというか、もうその4人での写真が多かったの。いとこ2人とあの諸橋姉妹、いとこ家兄弟と私たち姉妹の4人での写真が多くて、でまあ可愛いあれみたいな、本当に衝撃的で、もう泣きそうになった衝撃的。なんで私だけこんなに、なのって思って。え、なんでなの？なんで？一応さ、みんな血つながってるじゃん。だからさ、せめてさ、もう一人仲間がいるんだったらわかるの。せめて、そのいとこ家兄弟に、あの、私と似てる子がいて、22で、かわいいと、うだったらまだ、あ、そっちに、いいとこ取られたんだねって言えるじゃん。でも、一人だけだからもう何とも言えないのよ。せめて仲間がいてほしかった。せめて仲間がいたら、はぁ、お互い、取られちゃったねって、いいところ全部、取られちゃったねって笑い合えたのに、私だけが全てを奪われてたから私だけがもうみんなにいいところ全て吸収されたから、もう私だけみたいな、で他の3人はもうみたいな、もう目がクリックリで、可愛いって思わず声が出ちゃうぐらい可愛かった。3人は私だけでしたもうツッコミもしなかった、もうなんか振りられなかった、あまりにも一人だけなんか残酷でもうかわいそう、
もうみんなに見てほしい。いや見せらんないけどね、見せらんないけど、この周りの3人との差をみんなにすっごく見てほしい。うん、見せらんないんだけどね。見せらんないんだけど、本当に見せてあげたいぐらい面白かった。最初は笑ってたよ。最初は私もおもろってなってたんだけど、もう見ていくうちにもう何とも言えなくなってきて、最終的に何とも言葉をかけてあげられなくって、もうあーみたいな。そう、うんうん、こんまりありがとうございます。マニアヒの小さい頃の写真を配信で見せてくれて、まああれはね、本当に厳選に厳選を重ねてマシなやつを見せただけなんですよ。そう、その分今は可愛くなれてる。本当？信じていいですか？中のひなはめっちゃ綺麗なんだ。そう思ってもらえるように頑張ろう。あと10日で何ができる？助けて。もうこんな顔で、こんな顔でこんななって、もうこうなってるね。10日後、10日後、うん、こうしてこうしてこう。ポジティブ、ポジティブ。ポジティブに。そうですね。こんばんは。ねえ、みんな、ねえ、ひなは、これ何回も言って、ほんと申し訳ない。ひなは自分のことを見たことがないの、直接。私自身だから。みんなは、劇場とかで、最前とかで私を見たとき、どう思ってるの？ひな、本当にさ、まあ、まだ、まあ、5列目ぐらいから見られてるんだったら、まだ安心できるんですよ。まあ、まだワンチャンね、思い込みでどうにかできるだろうなって。思い込みって言ったら申し訳ないけど、みんなが思い込んでる私を、予想せるんじゃないかなって、5列目ぐらいなら。でも5列目より前に座ったからにはもう本物を見てしまう。いや5列目以降も本物だけど、ワンチャン目が悪ければ
ワンちゃん目が悪ければきっとみんなの想像で私の顔って変えられると思うんですよ。そう。でも最善とかで見た場合衝撃的じゃない？だから本当自分のファンの方が最善に座ってるとマジで申し訳なくなって、もう本当にどうしようって毎回思っちゃう。だから自分のファンの方ごめん、5列目より後ろにいてほしい。自分推しの方は5列目より後ろにいていただけたら、あ、じゃあワンちゃん、あのワンちゃん頑張れば可愛いって思ってもらえるようにいけるかなって思うけど、5列目より前にいるとごめんなさい、嘘ついててごめんなさいって気持ちになる。嘘ついててごめんなさいってなっちゃう。本当に昨日赤い席で見てました。可愛いって本当に思ってるから今でも通って通ってるんだよ。ありがとう。昨日最前真ん中でしたが可愛すぎ、ね、本当に信じていいんですか。この間最前で見たけどめちゃくちゃ可愛くてニヤニヤ、ねえ本当に言ってる、ねえ本当って言って。本当って言ってマジで、ね、本当にいつもそれで公演中に病んじゃうんですよ。どうしようどうしよう、ごめんなさいごめんなさいって思って、そうなんか申し訳ない気持ちになっちゃって、せっかくこう私のことをあ可愛いって思ってくれて好きになってくれて会いに来てくれたかもしれないのに、いざ直接私に会ってみたら、えみたいな、そう思われるのが怖くて、自分のファンの方が最善とかにいるとごめんなさいって思っちゃう。ショールーム配信、だってショールーム配信とかはさ画面上ですよ。しかも私は見せたくないところ隠して配信してるわけじゃん。いつも私は右側の顔が嫌いなの。だからこうやって配信すればもう嘘ついてるじゃん、もうその時点で。もう嘘つけてるのよこの時点で。こうやって配信してる時点でもう嘘ついてる。通所会とかどうしてたの？通所会とかもいつもまあ来てくださるじゃん。もう今どう思われてるんだろうって思ってごめんなさいっていう気持ちはありながらお話ししてました。本当にごめんなさい、私ってどう見えてるんですか皆さんに。そんなこと思ったことない？本当？本当に？自己肯定感がマイナスレベル。いやそうなの、あのね、自己肯定感がもう低いというよりも自己肯定感がもうマイナスなの。うん。通信の時間近で見て衝撃的に可愛かった。本当？ありがとう。ひなってさあめんどくさいやつだよね。今みんなめんどくさくてごめんね、本当にめんどくさい推しでごめん。でも本当にみんなが本当にさあ、あの本当にありがとう。本当にありがとう。卒業公演までにたくさん褒めてください。でもお世辞って思っちゃったら
あ、そうだよね、そうだよねって、もう自分の中でまたさ、なんか変な自分の中で思い込みをしちゃうからさ、本当って思わせて超めんどくさいやつ、何それ超めんどくさいやつなんですけど、でもお世辞って思っちゃったら、え、そうだよね、そうだよねってなっちゃうんだよね。あ、ダメだ、めっちゃめんどくさい女、自分助けて、本当にめんどくさいやつ。上下左右かわいい、ありがとう、ありがとう。こんな何十人に褒めてもらえることなんてない。え、本当にそう、本当にそう思います。みんなありがとうありがとう。こんばんは。むしろヤヒは最善で見るべき。本当にさ、自分のファンの方最善にいると思う。もうどうしようって毎回なっちゃうもうどうにか顔作らなきゃと思って、ちょっとでもなんか一瞬でもこう間抜けな顔しないように心がけてる。渋谷のツアー後に女性ファンがやひこちゃんのことめっちゃ褒めてた。嬉しい、ありがとう。こんばんは。みなちゃんが見たくて劇場行って、ありがとうめちゃめちゃめんどくさい女だ私みんなありがとう、ごめんなさい、めんどくさくてでも本当にこの自分の自己肯定感、自己肯定感の低さには本当にみんなにも申し訳ないとも思ってるし、自分がこんなに自己肯定感低いことを、でも本当に自分でもダメなのは分かってるけど、どうしても思っちゃって直せなくって、もうどうして私はこんなに自己肯定感が低いんでしょうか。ハートありがとうございます。最善にいてもそんな感じ全くしないんで、そんな感じ全くさせないように頑張ってるんだよ、だって嫌われたくないんだもんえ、なんかやっぱりこの人は想像と違ったとか思われないように、可愛いって思ってもらえるように頑張ってるんです。そう、そう、マッシー、そう、マッシー、マッシー、でももうマッシーとも比べ物にならないぐらい多分ひな自己肯定感低いよ。マッシーも多分自己肯定感低いんだけど、ひなもマッシーと一緒にいてわかるんだけど、でも自分ほど自己肯定感低い人見たことない。想像以上の可愛さ、ありがとう、ありがとうね。
こんばんは。そんなこと一度も思ったことない。あー、ありがとうございます。でも本当に思い込みも大事ですよね。思い込み大事だよね。本当に卒業公演は世界で一番可愛い女だと思って生きよう。そうしよう。ひな、卒業公演は世界で一番可愛い女の子、もうプリンセス、ヒロインだと思って、主人公、この世の主人公だと思ってステージに立つね。だからあまりにもひなが自信満々で弾かないでください。あまりにも11月9日に私が自信満々でお話ししてたら弾かないでね。いやでもそのぐらいしないと、私は自己肯定感がもう最大級に低いから、そのぐらいがちょうどいいぐらいですよね。よし、ということでランキング読んでいきたいと思います。13位、つるさん、ありがとうございます。12位、さとともさん、ありがとうございます。11位、ジャビさん、ありがとうございます。10位、あーちゃんさん、ありがとうございます。9位、じんさん、ありがとうございます。8位、アヌワトモングコウオングさんさん、ありがとうございます。 Thank you。 どこの方なんだろう。 Thank you で伝わるかな。7位、マシオさん、ありがとうございます。6位、アグさん、ありがとうございます。5位、ユートさん、ありがとうございます。4位、ウッチーさん、ありがとうございます。3位、ヤッキーさん、ありがとうございます。2位、アンドゥーさん、ありがとうございます。1位、ケアワンさん、ありがとうございます。はい、ということで、卒業公演は世界で一番可愛い女だと思って一日過ごすと過ごすからよろしくお願いします。あー、自分って可愛いとか一回でも思ってみたい。ダメだ、言い切れない。ちょっとあと10日で練習します。あと10日で練習します。ということで、遅くまでありがとうございました、皆さん。おやすみなさい。わー、明後日ですね、ツアー。おやすみなさーい。またねー。かわいい、ありがとう。大好きー。おやすみなさーい。バイバーイ。